はい、どうもこんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、いろいろと休業補填とか事業の給付金とかっていう問題がありますけども、いわゆるね、夜の商売、ホステスさんとか風俗に関わる方、こういう人に、そういったようなね、税金で生活費を補填して、でね、休業していただくみたいな形をするのがどうかなっていうことなんですよ。私は結論から言いますと、こういう方にもきちんと保証をね、生活の保障、生命の保障をしていただきたいなと思ってる方なんですよね。もちろん、いや、自分の税金をそんなことに使わないでよって方がいると思いますけども、私はね、二つの点から、ちょっと待ってよと言いたいんですよ。私にもちゃんとね、考えがあって、こういう職業の方にも補填してほしいっていうことを言ってるんですよね。当然ですけども、多くの方が感じているような、それはね、こういうふうな女性に対して、主に女性ですけども、ポジショントークをしてるとかね、人気取りで言ってるみたいなことではないんですよ。そういう理由ではないです。それも一部あるんですけども、それはそんなに大きな問題ではなくて、私が思うのはね、一つ前提として、ホステスさんとか風俗に関わる方も個人事業主なんですよね。ですんで、適正に税金を払って脱税もせずに確定申告をしたりとかね、中には法人を作って、いないと思いますけども、ホステス業やったりとかね、風俗業されてる方もいると思うんですよ。そういうふうにきちんと税金を払った方なら、税金の恩恵を受けてもいいと思うんですよね。これが一つ目の理由なんですよ。もちろん普段から脱税をしている人が急にこういう時だけ税金を当てにするのは私も反対ですから、そういうところにお金を使うのはあんまり積極的には言えません。その時に出てくるのが、でもこういう方がね、生活のためにこういうふうな夜の商売を今の時期続けていくと、やっぱりお昼の商売できちんと税金を払っている方が結局ね、夜の商売に流れていく、お客さんとしてそこに行くっていうことが、感染症を広めていく原因になるんではないかなっていうのもあるんですよ。で、感染経路不明とかいうね、そういうふうな方もいらっしゃいますよね。感染経路が不明って言われるとすごく不気味に感じるんですけども、確かにね、風俗に行ってるってことを感染経路言えないですよね、当事者は。奥さんに怒られちゃったりするんで。だから感染経路は言えないっていうふうに、陽性反応が出た方が言ったのを感染経路不明って言うんですけども、私は思うんですけどね、感染経路不明のほとんどはこういうふうな、だって東京でしょ、東京の夜の商売にお客さんとして行った方なんじゃないかなと思うんですよ。違うかもしれませんけどね、私はそういうふうにうがって見てます。で、二つ目の理由なんですよね。こっからちょっと本格的なっていうかね、本論に入ってくるんですけども、この記事にもあるんですけども、ダウンタウンの松本さんがね、風俗の方の補填を自分の税金でしてほしくないわーとか言ってるところがあるそうなんですよ。で、これ全然ね、勘違いしてるんですよ。もともと、こういった生活保障とか休業保障とか、給付金とかね、あるじゃないですか。その財源って多くの方が税金だと思ってるところが違うんですよ。全く違います。もともと世の中に還付されたお金って、私たちの税金が元になってるわけではないんですよね。税金が財源となって国の運営費に当たってるっていう考えからもうおかしいわけなんですよ。そうではないんですよ。世の中に必要なお金、国がお金を出すときっていうのは、国がですね、お金を作ってるんですよ。ですから私たちの税金を集めてそれを分配してるわけではないんですよね。これは現代貨幣理論とかを一通り読んでいただくとわかると思うんですけども、私も長い間勘違いしていました。集めた税金の中でやっているのかなと思ったんですけども、集めた税金と使うべき財政っていうのは全く切り離して考えた方がいいんですよね。もちろんお金に色はありませんから、私たちが税金としてね、納めたものが何かの形で公共事業とか社会福祉のために使われている部分もあるでしょう。でもそれはたった一部です。大部分は信用創造によって生み出されたお金という、そういったね、得体の知れないものが現金化されて社会の隅々まで行き渡ってるってことなんですよ。だって国家の運営の半分が集まってない、税金として集まっていない架空の債権で賄われてるわけですよ。で、この国の借金ってのが1000兆円を超えても、まだまだ国債の信用ってのは揺らがないんですよ。むしろ国債の信用ってのは上がりまくってるんですよ。世界的な金融危機が起きたりとか、国債不安が起きた時とかって、必ず円に集中しますよね。円とかドルがものすごく人気になるわけですよ。なんでピンチになると一番信用される通貨として円とかドルっていうのに人気が集まるのかなって考えたら、やっぱりね、円とかドルが高い評価を得てるんですよ。それが全ての事実です。
日本が通貨発行権を持っていて足りないお金はじゃんじゃんする、それで成り立ってるわけなんですよね。それで良しとされてるんですよ。もちろんこの お金をするっていう行為ね、無限にできるわけではなくて、インフレ率ってものに左右されて制御されるところはあります。でお金をすりすぎてインフレ率が 2% を超えたら、そこで初めて登場するのが税金、特に消費税みたいな消費を抑制するストップ機能ですよね。まあそうすることによってインフレが起きないようにすることができるのが税金の2つ目の役割ですよね。以前もお話しましたけど、税金ってのは国家運営のためのその財政出動として使われている部分ってのは非常に少ないんですよね。一つは貧富の差をなくすため、お金持ちの人から税金を多く取って、そしてお金のあんまりない方からはねあまり取らないようにして、もう二極化をね抑制する意味で一つ使ってます。でもう一つは景気が過熱してインフレ率が高まった時に、それを 2% 以下に健全な状態に抑えるために税金ってものを、そういうフィルターをかけてインフレが歯止めが効くようにしてるわけなんですよね。まあですんでね、今回松本人志さんとか志らくさんっていう方が差別丸出しでね、ホステスさんとかね、風俗嬢に補填するなって言ってますけども、俺の税金使うなって言ってますけども、違うんですと。あなた方の税金は全く関係ないところに消えてます。ということなんですよ。こういう時にね、出動する財政っていうのは、誰かの懐が傷んでるわけでも、私たちの税金を多めに集めてるわけでもないんですよね。これがね、やっぱりずっと私もね、わかりにくかったんで、以前だったら、この松本人志さんとかね、志らくさんと同じような感情を持ってたかもしれません。私たちが自分がね、汗水垂らして払った税金が、まあなんか政治の闇金に使われてるとかね、不正に使われてると思ってイライラしたかもしれませんけども、今はそんな気持ちは全くありません。回収された税金によって国家が運営されてるっていう考えがないからなんですよ。これがだから現代貨幣理論、MMT ってやつなのかなと思いますよね。だからね、私たちはね、ずっと長い間、勘違いをしてきたし、思い違いをしてきたんですよ。多分この MMT ってものが確かになって思える人はまだまだ少ないと思いますんで、突拍子もないことを言ってるように感じますけども、勘違いしてる人が多いからこそこういう対立が起きてるんですよね。風俗嬢に補填するなね。でこういう方にいくらお金を払ったところで誰かの懐痛みますかね。代わりに私たちの税収ってのは上がりますかね。関係ないんですよね。で、やっぱりね、この芸能人の方って結局撮影が終わったり仕事が終わったらこういうふうなホステスさんとかね、まあ風俗嬢さんのところに行くわけじゃないですか。ずっとこういう人たちに恩恵を受けていて、いざとなったらね、こういうふうに切り離すというね、非常にね、ひどい人たちだなと私は思いますね。だからやっぱりテレビっていうのは普段からくだらないと思ってますけども、テレビに出てくる人もくだらないし、テレビに出てなんかね、いい気になってる人もあまり良くないんじゃないかなと思いますよね。まあでもこう言うとあまり言い過ぎるとね、今度はテレビに一生懸命出てる方の差別にもつながりますんで、ムカッとは来るんですけども、でもね、そういったものを前提にして、あ、テレビってのはそういう風にやらせとか、台本によってできてるんだなと、スポンサーさんのために俳優さんとか女優さんが演じてるんだなと思えば、まあそこまでね、悪意のあるもんでもないかなと思います。だから真に受けないことなんでしょうね。テレビの画面の中で行われてることは全て台本であって、真実も紛れているし、そして一番当てになるのは、まあ天気予報ぐらいかなと思うぐらいがちょうどいいのかなと思います。これからですね、本当のことっていうのは自分で決めなければなりません。嘘を本当って決めることもあると思います。そして情報源はテレビではなくてね、検索ってものに頼ればいいんじゃないかなと思いますよね。では本日は以上です。